ジージー、はい、どうも、はい、来ましたね、はい、いいですね、はい、初めて、初めてですよ、ね、このマグロめっちゃうまい、マグロめっちゃ出す、蕎麦屋なのに、ね、刺身がうまい、蕎麦屋なのに刺身ほんと美味しい、おやっぱマグロほら横田新一もんの、じゃこれデーブさんこの間食った、わさびもうちょっともらっていいですか、すいません、わさびもっともらっていいですか、わさび、うん、うまい、はい、すいません、あれだ、すいません、わさび美味しい、そうですね、そばもうまい、佐藤さんインスタとかやってないの、インスタやってるんですけども、ただ閲覧みたいな感じで何にも載せてないです、ああ載せ方をちょっと知りたいですね、やります、ちょっと YouTube とかもチャレンジしてみたいなと思ってて、ね、せっかくだから、はい、そんな感じで普通に携帯でこう回すだけでも、そうそうそう、へえー、これはね、なんか息子に言われて、はい、コロナの時だったから、はい、みんなが暇つぶしになったらいいんじゃないですかなんて、ああ、それあるな、お刺身が、うまっ、牛丼もうまい、うまいですね、牛丼、うん、でも俺次は多分またカツ煮に戻るな、俺も、うん、このカツ煮は本当うまい、はい、カツ煮にして食べるんですよね、うん、あ、カツ煮ね、あ、カツ煮かも、お、これうまい、うまいでしょ、うまいね、うん、蕎麦屋さんだから、うん、蕎麦屋の、大変でも正解だったの、うまい、ここだとそうか、キミツか、キチはそうなんですか、木更津か、はい、あの寿司屋もね、ネタいいもんね、そうですか、あそこね、いいですよね、回転寿司、玉川もあるんですね、うん、あ、そっか、鴨川があるんだ、ヤクは行ったって言ってたの、理事の本当、はい、なんだ東北町、知り合ったのは長嶋さん好きだったかな、じゃないじゃない、もう怪我した時に、うん、巨人でレギュラーの時怪我して、うん、左手骨折して、うん、デッドボール、うん、ジャンツって医者が OK って言うまで救急来なくていいよって、セーブ行かなきゃいけない、怪我して、うん、やることなくて、でまだ子供らちっちゃかったから、絶対にジンベで外で子供らと遊んでたら、うん、裏あのフォーカスの場所ってもんだけどって、新潮社のつったのか、いやフォーカスのつったな、場所ってもんだけど、その格好じゃ巨人の選手なの、その全人兵に絶対じゃ取れねえから着替えてくれねえかっていう、気持ちねえこと言うかなと思って、そのまま取っちゃえばいいじゃんね、これが最初なんだ、
そうです。でもなんで長嶋さんの写真とか、デーブさんが、まあその前からじゃないですか、ジジは。監督に可愛がってもらってたし。娘の成人式の写真を撮ってもらった。顔とらしさ有名みたいですね。顔専門やぐらい。表情を撮るんだよね。今回の沖縄のやつも顔ばっかりだよね。うちのコンペの写真を国カントリーって古い建物の時があって、はい、その時2階から全体写真撮ってもらった、はい、撮ったのに一番メインだったのが猫で人は切れてたっていう真ん中に猫がいたなんで猫に合わすんだよっつって猫じゃ今ならわかるけどそのとこじゃなんで猫なの今だったあーって、それなんかこの間もなんか沖縄行ってたってことでしょ写真展の写真展いいですか、うん、その和尚さんも心臓やってさ、はい、だいぶ前の、はい、俺がまだ現役辞めてすぐの頃かな、うん、その頃のフォーカスの編集長から電話来て、うん、和尚が死んだっつって、でも今相模原の北里病院に運ばれたっつって、うん、次のアメリカかなんかに取材で行く予定だったんだけど、うん、すぐ飛んでって、そのまま飛んでっちゃったんですか？そうそうそう。夜だったけど、はい、病院まで行って。はい今の最中結局助かって、あ、はい、帰得になったの？シーズン行く前、そう、帰得、うん、その時に入れ歯だったの初めて知って、うん、頑張れよって、あ、みたいな、いや、入れ歯かよみたいな、で、港に女がいたってよく言って大嘘つきだよ、いるわけでいいじゃん。いたんじゃないの。俺はね、いいし、言い方しねえんだって。そうか、そうね、写真撮るのに、その家で張り込んで、その外から撮っても、どうしてもその松がちょっとでも風邪で入れると、中が撮れないって人が、だからって松切っちゃったとか、はい、俺はいい死に方しねえんだって、いつも言ってた。頑張ってるよね、だけどね、すいません、うん、今で元気になっちゃって、今で元気になっちゃってね、うん、元気カットカット、うん、カットいらないですね、写真展、今日まで、ちょっとおかげられます。うまいですね。ね。横田さんが実践する理由わかりますね。横田全部一回これに持って、はい、魚を漬け丼にしますとか。めちゃめちゃ食通ですね。今日あいつは。日本各地のなんか店行ってますもんね。
落ちました。いいえ、いいえ、順番だから順番だ、そうだ、つけてる感じ